100人以上が死亡した航空事故及び事件の一覧は一度に100人以上が亡くなった航空事故及び事件を一覧にしたものである。対象となる航空便は民間旅客便、貨物便、一般航空便及び第二次世界大戦後の軍用機による航空輸送便である。航空事故に加えてハイジャックやテロなどの犯罪に巻き込まれた事件。 あるいは撃墜などの軍事行動に巻き込まれた事件も対象とする。空中衝突や地上衝突も含む。本校ではアビエーションセーフティーネットワークが提供するデータベースからこれらの条件を満たした事故、事件を一覧とする。この一覧に収載された情報に基づくと2020年10月現在までに 100人以上の死者を伴う事故と事件は合わせて203件発生し、218機の航空機が関わり、推定で約3万4000人が死亡している。1903年12月17日、ライト兄弟が人類初となる動力飛行に成功した。動力飛行による史上初の死亡事故が発生したのは、それから約5年後である。 1908年9月17日、アメリカのバージニア州アーリントンで、オービル・ライトが操縦する、ライト、モデル映画デモンストレーション飛行中に墜落し、同乗していたトーマス・セル・フリッチが死亡したのである。操縦者が死亡した最初の事故は1909年7月7日に発生し、フランスの航空家であるウジーヌル・フェーブルが亡くなった。 空中衝突による最初の死亡事故は1912年6月19日にフランスのドゥエーで発生し双方のパイロットが亡くなった。これら黎明期の先駆者たちの死以来航空機が大きくなり収容力が増すにつれ航空事故の規模も大きくなった。一度に100人以上が死亡した最初の航空事故は1953年6月18日に発生した立川基地。 グローブマスター機墜落事故とされる。この事故では、アメリカ空軍の C-124 輸送機が、日本の立川飛行場を離陸後まもなく墜落し、129人が死亡した。民間航空市場で初めて100人以上の死者を出した、航空事故は、グランドキャニオン空中衝突事故とされる。1五十六年六月三十日、トランスワールド航空のロッキードコンステレーションと、 ユナイテッド航空のダグラス DC-7 がグランドキャニオン国立公園の上空で空中衝突し、両機の乗客乗員128人全員が死亡した。史上最も多くの死者を伴った事故は1977年に発生したテネリフェ空港ジャンボ機衝突事故である。この事故ではパンアメリカン航空と KLM オランダ航空のボーイング747同士が 滑走路で衝突して、計583人が亡くなった。単独の航空機による事故として、最大の死者数を出したのは1985年に発生した日本航空123便墜落事故で、ある。計524人が搭乗した、ボーイング747が墜落して520人が死亡した。空中衝突により、 最大の死者が発生したのは1996年に発生したニューデリー空中衝突事故である。ニューデリー近郊でサウジアラビア航空のボーイング747とカザフスタイ航空のイリューシンイル -76 が衝突し、両機の搭乗者全員となる349人が死亡した。2001年9月11日に発生したアメリカ同時多発テロ事件では、 ワールドトレードセンターに旅客機2機が衝突し、乗客乗員157人全員が亡くなっただけで、なく地上でも多くの人が巻き込まれ、総計約2500人が犠牲になったと推定されている。2019年に、ボーイングが発表したレポートでは、1959年から2018年までに、商業飛行中のジェット機による事故は2030件、発生しており、 そのうち632件が死亡事故で、搭乗者の死亡数は32,777人、地上あるいは、飛翔業飛行で巻き込まれた死亡数は1,340人である。2020年10月現在までに、100人以上の死者を伴う事故と事件は合わせて203件発生し、関わった航空機は合わせて218機で、推定で約3万4,000人が死亡した。 さらに200人以上、300人以上、500人以上が死亡したのは、それぞれ34件、8件、4件である。事故と事件の内訳は、事故183件、事件20件である。事故には196機が関わり28,167人が死亡した。事件には22機が巻き込まれ、推定でおよそ5,945人が死亡した。 本リストで収載するのは一度に100人以上が亡くなった航空事故及び事件である。本校で対象とする航空事故は国際民間航空機関や国際航空運送協会において事故とインシデントに分類されているものである。ICAO や IATA では事故後30日以内に死亡に至った負傷を致命傷と定めている。ハイジャックやテロといった 犯罪行為による事件や撃墜のような軍事行動に巻き込まれたものは ICAO や IATA らの定義では航空事故に含まれないが、本校ではこれらの事件等も対象とする。対象となる航空便は旅客便、貨物便、一般航空便、及び第二次世界大戦後の軍用機による航空輸送便である。空中衝突及び地上衝突も含む。 本校では、アビエーションセーフティーネットワークが提供するデータベースから上記の条件を満たした事故、事件を一覧とする。ただし、エーズンと食い違う情報源がある場合は、公的機関の調査報告書、論文、書籍、報道等も参照する。死者の内訳を次のように示す。事象を事故と攻撃、破壊に対別し、さらに次の通り分類して、 略語で示す。事故、事件の発生場所を示す。原則として名称は発生当時のものを用いる。最寄りの地名と発生場所との距離に応じて、次の3つに分類する。事故、事件発生時の飛行段階を次の通り分類する。ここでは、表1のうち2020年10月までを対象とした集計結果を概説する。2020年10月現在までに、 100人以上の死者を伴う事故と事件は計203件発生し、218機の航空機が関わり、推定で約3万4000人が死亡している。全203件の事故、事件の内事故は183件減で2万8163人が死亡した。攻撃、破壊は20件で5945人が死亡している。生存者ゼロの事件、 事故は147件、生存者が1名の事件、事故は9件ある。飛行段階別で見ると、巡航中の発生件数が最も多く、次いで侵入時と初期上昇と続く。この3段階で全体の9割近くを占める。地域別で見ると、発生件数が最も多いのは、アジア太平洋で2番目がヨーロッパ、その次に中東、北アフリカ。 そして北アメリカと独立国家共同体が25件ずつで並ぶ。死者数の順では北アメリカが最も多くアジア太平洋とヨーロッパが続く。年代別では1970年代まで増加、その後1980年代から2000年代まで各40件程度で推移し、2010年代には17件と半減した。ありがとうございます。